条件が整えば再捜査が始まるのではないですか。あくまでも個人的な意見ですよ。もう長官がああいうふうに言っちゃってるじゃないですか。そうなるとちょっと難しいのかなと。個人ですよ。もう覆んないんじゃないかなと。いやそれ分かんないですよ、どう決めるか。でもやっぱり警察庁のトップがそう自殺で認定しちゃってるからどうなんでしょうかね。それはもうそうですよね。だって本来であれば殺人事件はホシも捕まえることも大事なんですけども、一番大事なのは遺族犯なんですよ、被害者犯。だから初めにね、何をしなきゃいけないって遺族の方の対策が一番難しいんですよ。捜査が始まってまずやります。だって大塚の女刑事と出てくるじゃないですか。あの人はどうなるかわからないけども始まりますよと言ってるわけですよ。どうなるかわからないということは証拠が見つかって起訴できるかどうかもわからない、もしかしたら自殺かもしれない、いろんなパターンがあるけどやってみますって言ってるわけだから、やっぱり被害者の方に捜査が始まって一応終了するには被害者の方に結果を伝えなきゃいけないんですよ。例えば一生懸命やったけども証拠が見つからないかったけども申し訳ございませんとか、捜査を尽くしたけどこれは自殺でしたとか、その結果を教えなきゃいけない。で本来であればその18年の何月ですか、まあ、10月頃もし終わったとすればね。だからさっき異常な終わり方ってのはそれがないんですよ。それで5年経って今頃になってね、自殺だって言われたってこの火に油注ぐようなもんじゃないですか。全然結果を教えられてないんだから、突然5年経ってこれは事件性がないと自殺なんだと言われればね、怒っちゃいますよね。だって今までほっぽっといたわけですから。これで俺の見立てとしてはそんな、なんですか、事件性がないっていうね、証拠なんかないわけですから。証拠も供述も、例えば遺書が出てくるとか、そういう証拠があればね、もう自殺になるんですけど、そんなないんですよ、そんなもの。だから遺族が納得するわけないじゃないですか。だから遺族の方はやっぱり再捜査でお願いしますっていうふうに決まってますよね。それはもう、上の方が決めるあれじゃないですかね。長官の発言、指導の責任があるものに発言があったと思います。思いますよね。だって、まあ、切らすつもりはありませんよ。ただ、個人的には、そんなもんないのに、あるかのように言ってるじゃないですか。そう思いませんか。だって、証拠が、俺が一番知ってるんですよ。証拠全部見てるんですよ。だけど、その証拠がないんですから。だから自殺と認定する証拠ってのは遺書とか、その自殺してるのを見た人がいるとか、そういうのがあれば捜査やらないじゃないですか、遺書が出てくれば。だから何を元に言ってるのかなと思ったんですよ。まあ重いっていうか、ね、もうちょっと被害者のことを考えてもらいたいなっていう気持ちの方が大きいですよね。佐藤さんのお話、とてもよくわかりました。それにしても、警察庁長官の露木、おかしいですね。露木の前の中村いたるは最悪の警察トップだったけど、露木も変わらないのか。とにかく、日本の警察と検察を破壊して、ガラクタにした安倍晋三、本当に許すことできない。